ワールドカップ出場を決めた日本代表の岡田監督がこのゲームを観戦中です。鈴木さん。はい、岡田監督と勝選手にも来ていただきました。まずはワールドカップ出場決定おめでとうございます。どうもありがとうございます。でまずこのトヨタ運ぶ前半を振り返っていただきたいんですが、まずドイツ寄りの岡田監督、1点を先に取りましたが、いや別にドイツ寄りじゃないですけど、まあ、あのドルトムントの、ね、1対1で この幅の広さとか、パスとかのスピード、すべての意味でのスピードですね、そういうところのやっぱりスケールが大きいなという感じを受けました。そしてブラジルでプレーしていたカズさん、どうですか。そうですね、技術が高いですね、やはりスピードもありますし、ちょっとミスったらもうガチンと来られるんでね、すごいなと思いますけど。この前半ご覧になって日本のサッカーにこういうところ取り入れたいなというところありますか、監督。まあ、ドイツの、ね、サッカーに関してはこれは真似しても日本はちょっと難しいなと、また別の道を歩まなきゃいけないなという感じを受けますけど、ブラジルの方ではね、ある程度こういう強い力強い相手、一人一人が強い相手に対して何人かで攻めて守っていくということは参考になりますね。勝さん、選手としてはいかがですか。ボールを持ってない人の動きはやっぱりみんなが一人が持ってたら10人がみんなもうそれを意識して動いているというところはやはり、参考になるんじゃないかなと思いますけど。ワールドカップの本戦でもドイツ、ブラジルといった強豪と当たるかもしれませんね。そうですね、まあ、ほとんどのチームがこのレベルに達しているチームが多いと思うので、ね、まあ、こういうチームとやるときに日本はどうやればいいかというのは考えていきたいと思いますけど、ね、選手としてはやりたいですか。そうですね、ぜひ本戦での活躍を期待しています。ありがとうございました。放送席どうぞ。はい、ワールドカップへの道を開いたこのジーコも観戦中ですね、岡田監督このゲームを見つめています。